東京ラーメンショー2018第2幕が始まりました。今回は屋久島プロジェクトにゲストが来てくれました。どうぞゲストのお二人です。おーい、大谷です。モトリズです。今日は完全収録もあって来てくれたんですけども、屋久島プロジェクトもぜひぜひ動画をということで、私あのお二人が顔を映してあげて、お二人がね、進ませて進ませて、あのお二人が謎解きを好きというふうに聞いて、大好きです。またかぶってるし、あの東京ラーメンショー2018、実はラーメンを食べるだけではなく数々のイベントがありまして、なんとこの中に謎解きがあります。ぜひこれを開いてみてください。ちょっと皆さん知ってました？あったおお、そう、早い、そう、これなんです。ぜひこの問題をね、あの5個解いていただいて、先着で毎日50名様、毎日やったの？毎日50名だけじゃない、50名だけじゃない、なのでぜひちょっと今日もう夕方6時ぐらいだから、あるかわかんないんですけど、ちょっと一緒にやっていきたいなと思います。みんなの分食べたからね。いや、本当私ダストボックスじゃないっつーの、スタッフが実はここに、あ、これ9、2だ、あれ2だよ、あれ、あ、でもでもまあ、でも全然順番はいいんだもんね、多分大丈夫だと思います。それから、同じ小麦粉から作られる、うどんやスパゲッティには入っていない、ラーメンの麺ならではの材料は、難しい、難しい、なんだこれは。1、はい、淡水、淡水、はい、2、砂糖、砂糖、3、バター、4、ニンニク、5、紹興酒はないですよね。さすがに紹興酒は。ニンニクでもラーメンに合うから入ってる。入ってておかしくないよね。でも麺ならではの材料ですから。本当？本当？あんまり甘かったよ。なイメージ。卵麺とか甘いけど。そうですよね。さあ。バターだ。バター絶対。こう遠くからこう来るね。いやまさかの、もしかしたら紹興酒もありえる。いやでも、いやなんか淡水ですね。じゃあ1番ということで、はい、2番は1で、じゃあ1番探しますか。お、あ、なんか大釣りさんが走ってきた。あった、1番。1番ありました？あった。あった。ステージのあそこじゃない？お、ありました。かぶってるかな。はい、91。じゃあ、91。難しくないですか、結構。1番難しい。難しい。ありそう。はいはいはい。おお。これが。発電機実は向こうにあるんですが、ちょっと緑の網見えます？あれは多分発電機。赤ずきん、赤ずきん、ここですね。かわいい。これだ。あったあったあった。じゃじゃーん、取りました。お、じゃあクイズ3、じゃじゃん、じゃん。チキンラーメンを開発した日清食品の創業者、お、安藤五之助さんの妻をモデルにした、あ、NHK 連続テレビ小説は、なんだろう、やってたんだ、知ってる、あ、関係者、今やってんのがそうです、今テレビでやってんの、安藤桃木さんのモデルした、あ、じゃあ、おい、なんか、お
教えてもらっちゃった。やったよ。行きましょう、はい、ここです。お願いします。